皆さん、こんにちは。今回は、ガチャを引いていこうかと思うんですけれども、9月30だっけ？いつだっけ？なんか、明日のブースデーオーダーが、来るんで、それのためにちょっとジェムを貯めておきたいと思ったんですけど、やはりですね、いいスキルが出る前っていうのは、いっぱいね、引きたくさせるようなオーダーが来るんですよね。なるべく先にジェムを使わせておきたいという感じで、で、今回引くのはね、こちらなんですけど、もうね、これ、マジでね、このロリポップウルフってやつ、このリーファがですね、もう現環境最強と、最強ではないけど、それくらいの強さだと言っていいと思うやつって、これが一番強いと断言はできないんですけど、まあ場合によって、まあこっちのが強いのかなみたいなことがあって、打属性で攻撃時にね、攻撃力固定値500伸びる。で、HP 半分以上あると攻撃20%上昇する。さらに、デバフ状態の敵に対して、刻印系のデバフですね、の敵に、打属性弱点ダメ30%上昇と、しかも覚醒効果が非戦と。まあ、今のところ、斧の覚醒効果って一番マシなのが非戦。あとは、まあ、噴光とかがいいのかな。まあ、特にこれはね、攻撃、あ、HP 半分以上、自分が残っていれば攻撃力20%伸びるっていうのもあるんで。でね、このね、ロリポップウルフリーファ、入っていたオーダーがね、オーダーのスキルがね、入ってるんですよ。で、このマスコットユナっていうやつ、これが、突水印アクセルなんですよね。で、突水印アクセル、これは通常打ちでも突水印が入るんですよね。っていうのですごく欲しい。もうカオス討滅戦やるんだったら突水印ないとっていう感じで、で、俺、ちょっとね、ガチャ動画、結構最近その火力やる人用のスキルとか狙ってる感じすると思うんですけど、やっぱソロカオスやらないと、そのタンクやるんだったらやっぱいい防具つけた方が防御力上がるじゃないですか。だからソロカオスやりたいんで、まあそういう感じ引いてて、俺火力やりたいから引いてるわけじゃないんですよ、実は。なんだけど、まあ、たまたま、まあ、この前は、あれですね、ミトアクセルとか揃ってたんで、まあ、ギルフルバーストとか引いちゃったんですけど、まあ、基本的には俺タンクやりたいっていう感じですね。あとはライトニングファーストコハル。これがなんか、なんだっけ、槍かなんかで CT 減少だっけ忘れたけど、俺なんかね、これがね、別にあんま使えねえじゃんっていう人もいるんだけど、俺は個人的に欲しいっていう感じですかね。あと、爽快、グレープ、小春とかね。まあ、いろいろね。あと、あ、これ。眠気臨界点シリカ。多分、これ、あれじゃないですかね。23層迷宮区の状態上維持とかにいいのかな。あ、あと、これだ。サマーショット小春。これが、作詞バフの片手コンバージョンみたいなやつだった気がする。違ったらすみません。あとは、この浜辺の太陽リーファ。これはタンク、で使える、斧でタンクやる場合に使えるんですけど、51層でタンクやる場合ね、これが、まあ、モーション、そこそこ、まあ、短くて使えると。まあ、バリトンアタッカー、エギルとか、やっぱ、星3でね、結構持ってる人多いと思う。俺、ほとんどの人持ってると思うんですけど。ちょっとモーションが長いんですよね。ってなると、ブレイクが間に合わないっていうのがあるんで、このタゲスキルがあるとね、すごくいいし、しかもコネクト。コネクト、あ、そうそうそう、これコネクトなんですけど、タゲ効果あるんで、タゲ奪いますみたいな。ターゲットを奪いやすいよみたいなあるんで、これ火力組が使うことは、ま、あんまりないと思うんで、マジね、使わないように気をつけた方が、タンクがいる場合はですね。そうですね、だいたいそれくらいかな、欲しいのがね、いっぱいあって、まあ、なんかあれ、サイバースコープシノってなんだっけ、忘れた。まあ、とにかく欲しいスキルがこれいっぱいあるんで、ちょっと、ロリポップリーファとか、突水印ユナとかですね、ちょっと狙っていきたいと思うんですけど、
まあ、他にも、まあ、引きたいオーダーはあってですね、これもね、サバイバルソングシノン入ってるんですね。サバソンって言われてるやつですよ、これ。これがね、劣化4バフもあって、しかもスタックブーストなんで、まあ、これからね、まあ、弓を使う場合は、まあ、必要になってくると。まあ、弓で火力やる場合はですね。ただ、まあ、弓って言ったらパーティー前提なんで、自分はどっちかっていうとタンクやりたいっていうのがあるんですけど、でもやっぱ欲しいといえば欲しい。あと陽気なジェスター勇気入ってますね。あとはこれは俺合ってるかな、ユニークセンス勇気、これ合ってるかな、確か歴戦の勇気なんだっけな。で、アスナーバースデー、公式生放送ウィークエンド F で出た情報なんですけど、アスナーバースデーで、アスナのマザーズロザリオフルバーストが出ると。マザロザフルバってやつですね。で、それが勇気2枚条件なんで、今のうちに勇気の、まあ、アビリティを取っておきたいっていうのはあるんですが、まあ、アビリティ、勇気のアビリティって言ったら、まあ、マシなのが、まあ、確かこれあった気がするんですよね。ただこれ非属性上昇効果が意味なくて、しかも覚醒じゃないのに、まあ、この効果ってどう、まあでも固定値も上がるし攻撃 20% だから、まあまあいいのかな。ちょっとまあ非属性の片手再建もっとスイッチアークに入れて、でフルバもやるっていうならいいのかもしんないけど、ちょっとよくわかんないですね。なんかあのクリティカル出す効果が、あのクリティカル率 100% っていうのがないんですよね、そのアスナバースで出るマザロザフルバ再建がだから例えばこの心眼とかがね、ちょっと使いにくいんですよね。それが、まあ、すごく気になるところと言いますか。で、まあ、勇気の、まあ、アビリティっていうと他になんかいいのがそんなになくて、でやっぱアビリティ枠でなんとか勇気条件を満たしていきたいところなんで、本当はまあユニークセンス勇気、あれ歴戦でいいんだよね、多分キュートペインターシリカとか入ってたから、多分歴戦の勇気ではあると思うんですけど、違ったらすみませんね。あとボヘミア今の時代ちょっと微妙で、まあ、スカルリッパー弱点打飛で、まあ、これが広範囲全体攻撃なんで、まあ、そこそこまあダメージ与えられると言っても、なんか狙って引くほどかっていうとそうでもない。またこの旅路を包む調べ小春っていうのが残星のめっちゃブレイクにいいスキルで、まあ、カオス175ダロスとかやる場合にはすごくいいのかなってやつ。あと残ブレイク、残属性なら何でもいいブレイクゲージとかね。あとブレイブソング切ると、これは、ウィンドブーストだっけな、ウィンド、風ダメージ以外全部なんか 40% だか 50% だかなんか全部低下しちゃうやつあるじゃないですか、デメリット重いやつ。あのパワーライズなんで。あと支える音色いうのはこれ縦スキルで、なんか確か突バフ自分にかかるんだっけな。あとこの陽気なジェスター勇気はこれ片手再建にして勇気のスキルなんで、敵を凍傷にできるっていうのもあって、まあさっき言ったそのアスナバースデーに向けてね、これをね引いておくっていうのもありですし、あとクールビートシノってなんだっけ、これ突飛の元だっけ、なんか忘れたなんかも忘れたけど、だからそうだね、引きたいんだけど、まあ、もしこれでロリポップリーファとユナトツスイン引けたら一旦撤退してこっち引くっていう感じでもあるし、どうなんだろう、まあ、片手再建、あのアスナバースデーの片手再建フルーパー、狙おうとはしてるけど、ちょっとね、まあ後で考えます、これで、これもね捨て3なんですけど、どうしてもねこの、取り扱い注意シノンっていうのが欲しくてですね、アースパイルバフがあるんですよね。で、アクセルで勝負師になるっていう感じなんですけど、確かアースパイルの弓スキルって、あれ存在してなかったっけ、今まで。まあ忘れたんですけど、まあこれアースパイルで、で、弓
スキルっていうのが重要なんですよ。で、弓、なんで弓がいいかっていうと、弓コネクトってあると思うんですよ。これを1枠目にセットすることで、土パイル、このアースパイルをね、スタックをどんどん上げていけるんで、で、そうすると土ダメージがどんどん上がってくるんですよね。で、弓を使うときだけじゃないんですよ、それがいいのって。どういうことかっていうと、例えば、51層とかですね。51層って裏セットを弓にすると、で、これ、1枠目に入れなくてもですね、例えば、コネクトの外に出して通常打ちしてから、普通に弓コネクト打ってもいいんですけど、これアクセルだしスイッチ枠に入れてもいいんですけど、それやって、表セットに切り替えて覚醒っていう風に持っていけるんで、51層ね、弱点が脱土なんで。で、SAYF の仕様で、モッドの追加効果とか、コネクトチェーン効果とか、コネクトチェーン効果ってのコネクトに連結させてる分が敵に当たったら発動する効果なんですけど、そういうのって複数攻撃判定があると、その判定出た数分だけ効果が発動するんですよ。で、弓のスタック増加効果も攻撃判定複数判定出たらその分全部発動するんで、51層のメタルリーパーの腹の部分でですね、腹の部分っていうか尻尾近くの複数攻撃判定出る部分になるかな、攻撃するときに。で、そこで弓コネクトを打つと。ってなると弓コネクトで全体攻撃を入れていけばですね、その分だけスタック増加効果が発動すると。で、一気にで、それでアースパイル伸ばしていけるし、CT 減少の追加効果の弓スキルっていうのがあるんですよ。勇気のですね、これ今は唯一これなのかな、これ弓コネクトにチャージ、弓コネクトにこれを入れると、チャージ時の状態で発動するっていう仕様があるんですよ。コネクトにチャージスキルを入れるとですね。で、これで複数攻撃判定が出ると、この CT 減少の効果が判定出た分だけ発動すると。で、それがね、すごくいいんで、だから何が言いたいかっていうと、弓だけで使うんじゃなくて、例えば土だったら弱点脱土の敵にも使える場面がある。あとは、土が弱点の敵が今後出たら裏セット弓にして、この土パイル、アースパイルを入れて、表セットに切り替えて火力を出しに行くみたいなことも、ソロカオスでもね、できてくるんで、あとアクセル中にね、勝負師一発打つだけでスタック9も溜まると。そういうこともあって、そうだ、あとその、さっき言った51層のやつですけど、裏弓にするんだったらカジュババフもね、弓コネクトに入れたりしてかけられるんで、あとはその勝負師もコネクトの中に入れなくて、外出しのやつ打ってから弓コネクトを打つっていうのもできるんで、例えば、これはチャージ C で打たれると、クリティカル系の効果が発動するんですけど、未チャージ時だったら勝負し発動するんで、先にこれを打ってからコネクトを打つみたいなこともできて、で、それでカジババフがかかると、HP ゾーン効果だとちょっと効果を発揮できないんですけど、片手コンだったら自分の HP 依存の効果じゃないんで、カジババフも使えたりするんで、自分の HP 調整しながらね、自分が死なない程度に、火力を出せていけると。で、これ自分の HP ゾーン効果なんで、こういうのだとね、ちょっとカジバ効果併用ができないんですが、片手コンのモッドとかフルバーストとか脱地のやつでつなげていけるんじゃないかなって私は思います。そういうのもあって、アスパイルすごくいいのかなと。あとはこのパワーライズ4の、リズベットもですね、これ自然属性なしのダメージが低下ってやつもね、自然属性あるやつ使えば気にならないっていうのもあるし、だからあとね、そのリズベットのスキルっていうのが超重要で、リズベット条件をね、満たしたい場面ってかなりあるんで、最近の強いパーラとか
他にもねリズベット条件満たしたい場合って いろいろあるんですよね。そう、まあ、でも打刻、あでも打刻は関係ないかも。まあとにかくね、しかもあのパワーライズ4でリズベットっていうのが良くて、噴光っていうのがいいんで、あとはこの残性っていうのは今のところは、まあ、次の、あ次っていうか今やってるギルランで使うかなくらいなんですけど、残性そろそろ出てくるのかな。だってカオサスラでダーミーズ出たじゃないですか。で23層最近ダーミーズになったんで、さすがにそろそろ残性来るかもしんないんで、まあ今のうち引いておくのもいいかもしんないです。ただ捨て3なんで俺はちょっと引く余裕がないだからまあそうですね、こっちのファッションセレクションオーダーとこっちの芸術の秋セレクションオーダー引いて余裕あって、いやそんな奇跡起こんないと思うんで、まず引かないと思うんですけど、これ引くかもしんないですね。あとこっちはこれは、うん、覚醒でも何でもないですけど、キリトのスキルっていうのが大きいですね。キリトでいいアビリティがなかなかないんで、あとアクアコンバージョンだから水ダメ上がるか、どうなんだろう、片手コンの火力とかでこれ使えるのかな、ちょっとわかんないですけど、斧だとあんまり候補に上がってこないのかな。アクアコンバージョン4だってパワーラ4でついてるやつあるじゃないですか。だからちょっと攻撃パーセント、あ、でも後半に強いのかな。まあ、なんか引きたい人は引いてって感じ。これが突性で、あ、突性そろそろ出んのかな。突性の弱点の敵そろそろ出るかも。あ、このイラスト、エッティですね。いいですね、エッティでいいですね。でこれザーと、まあ、突性って言ってもまあモッドなんで、まあ、フルバー狙いたいですよね。あとはまあダミーズもこれブレクチの敵へっていうのがちょっと使う場面限られてくるけど、あとこれ前半効果なのがちょっとね使いにくいですよね。前半フルバーで出しちゃう、まあでも捨て5なんで、まあ、まあ、あとはまあこれですね、筋力増強パーテバフがあって、しかも、スイッチゲージどんどん上がっていくのと、シリカ2枚条件で SP 回復していくの。これはね、あのね、バッファーデブッファーをね、バッファーデブッファー目指す人はすごくいいんで、まあそういう人は引けばいいかなって思うけど、火力目指す人にはそんなおすすめしないかなって。まあ強いて言えばこのキリトの、決戦、まあいいけど、小春3枚条件が超厳しいんで、小春でいいスキルない人はちょっと、まあ厳しいかなってところではありますね。あとはワイルドだろう、ああ、ブラブラブラ引きそうな、ちょっと、ワイルドだろうっていうオーダーがあるんですけど、あ、これ何、まあこれは、まあ強いね、すごい強いんだけど、ちょっと、まあ引くかどうか迷う。あのビギナーにはあまりおすすめしないんだけど、めっちゃ強いこれとかね、スタックバフとかあるっていうのもあるし、大自然の力に、あー呪い、うん、これ強いんだけど、めっちゃ課金できる人にはおすすめ。これは23層で、あの片手コンフルバ使いたい人は引いていいかなって思います。裏セット弓で、カジババかけて、表セットでユナキズからのこのフルバに乗せるみたいな、もしかしたらできるかもしんない。まあちょっとモーションが、ちょっと乗るかわかんないですけど、んどうなんだろうね。ユナキズ貫突してアクセルで打ちまくるっていうのはもうできるのかな。まあ、とにかく、もうね、やべ、喋りすぎちゃった。さすがにもう引きますか。で、これで、ユナトツと、ロリポップウルフリーファを、狙っていこうと思います。あと、なんだっけ、眠気臨界点シリカ。コネクトの演出、あ、サマーショット小春、ハマベリーファ。まあ、そのあたりか。他にないか。グレープソーダ小春。ライトニングハスト小春。まあ、夜の街角でキリトあんまり強くなかった気がする、これ。バイタルのアセンションなんで、まあ強いっちゃ強いけど、うん、まあ引くか。で2500ジェムで引くことによって星音がね1枚確定なんで、星音スキルレコードが今回は、あ、立っても飛ばさない方がいいんかな。片手先陽気なジェスター、あ、これさ
60fps になったから動きがヌルヌルしてますね。ヌルヌル。おお、ブレイブマン、ブレイブパワー、ブレイブメン。4回目探検、あれ4回目でいいんだっけ、探検。チンチンミチンチンマテル。あれこれ 6? ハンサムガイハンサム、ハンサム、ハンサムってさ誰が言ってんだろうね。これ主観ですよね、完全に。俺ハンサムだぜってさ言い張ったらもうさ、ハンサムじゃん、ハンドサムじゃん。ハン、イケメン、なんかそうイケメンってさ、よくイケメンとかハンサムって言うけど、イケメンってなんかイケてるメンズって言うじゃないですか。もうかっこいい、かっこよくないじゃなくて、イケてればもうそれでいいんですよ、イケてるメンズなんで。あれ、おおお、え、これ賛美狩りなんだけど、覚醒、くっそ、これさ何が最高の相棒だよ。これさなんだっけ、誰だっけな、なんか俺の触れがさ、あのオフ会した人もう引退しちゃったんだけど、さ最高の相棒コアル、これがさ2回3回4回ってなんか連続で出たんだっけ、なんかこういう 2500GM のあの星を1枚書くっていうの何が最高だよって最低だよってふざけんなよって言ってたもうね、もう最高の相棒コアルいらん、マジでゴミすぎる。チンチンチンミニオンって前回チンチン言ってもバンされませんでしたね、なんか動画削除されませんでしたねまあどうぞどうぞ削除してください、引退するんで斧、これもうね油断しないよ、もう賛美狩りだからってね、もう2回光まではちょっとね、まあ警戒せずにもう飛ばしちゃっていいかなって思うんですけど、賛美狩りだとちょっとこれ演出、おいレッドスマイリング、あ片手キョンヌ、片手キョンキョン、おおおおおお、片手こってなんだ、あええおいおいおい、来た来た来た、え、嘘おー、やった、あーやった、え、マジで、え、やばい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 、え、やばい、嬉しい嬉しい嬉しい、え、やばい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 、マジで、え、そしたらロリポップウルフ来たらあれでしょ、コンユナで突水かけたら効果発動するでしょ、やった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 やばいやばいやばい、テンションで、やばいやばいやばい、え、やばいやばい、え、いいじゃん、え、やった、え、マジかよ、え、タンクできんじゃねこれもしかして、え、片手ちょつけんの、え、覚醒、え、コネクト、あ、ん、あ、持ってる持ってる持ってる、リーファって言うな、私はリーファって言うな私リーファって言うな俺持ってる、よし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 、いいぞいいぞ、ロリポップ狙おう、もうアスナベースデーも引きたいんだけど、ロリポップマジここで引いとかないと、やっぱソロカオスやりやすいんで、やっぱ強いさアベレテがあるとさ、ロリロリのリーファーをね、アグレッシブガイアグレッシブガイお、ユナユナ、カジッコ、カジッコに、アベリティアベリティアベリティ、こう、あ、アグレッシブガイアグレッシブガイ、もういらない、なんだ、頼れない兄貴、あー頼れないマジで頼れない、あ、気分上々ヒッポーな、あー、か、歌詞合ってんのかな、なんとかでパーリーない、もういいよ片手ちょつけんぬは、片手コントがいそうですね、片手ちょつけんもういらん、あ、あ、こういうロリロリロリ来て、ロリロリ
ね、ロリポップって何、ロリータ系のやつじゃなくて、ロリポップって単語なの、これは。それは。これはじゃない。それは。かじっこ。かじっこ。かじっこ暮らし。弓。弓は、まあ。え、待って、これもしかしてもう一回来る？アクセル。片手コンってさ、ユナしかなくない？キュイーン！あれ？覚醒？え？片手コンの覚醒って何入ってた？いらね。持ってる。持ってる。よし、引いちゃうぜ。陽気なジェスター来い。陽気なジェスター、陽気なジェスター。必殺スマイリング、名工技術。アビリティはロリポップでお願いします。ロリポップ。ハンサムガイ。間違って連打しちゃったけど、これ斧を飛ばしていいや。スミス氏来た。もうスミス氏いらんねん。ミヒマル GT。あ、これ覚醒でお願いしたいな。あの、さすがにそろそろ。これさ、もう出ねえんじゃねこれ。あ、ライトニングファスト。あ、待って待って、これ覚醒お願いします。最高の相棒か。あ、違う、あれ？ん？あ、次か。アビリティ、アビリティ、あ、え、待って、片手コン。やめて、やめて、やめて、もうやめて、遊戯。彼のライフはもうゼロよ。あ、覚醒ってことはファンシーか。おお、やった。あ、やった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 、来た。来てる、これは。これは来てるぞ。あ、やった、これ欲しかったやつ。あー、片手コン、それもあんのか。やったー、サマーショッティング。サマーショット。もういいよ、片手コンは。やめてくれ、そういうのは。あ、探検ヌ。類人。類人。類人はもうどっか行ってくれ。ゴリゴリ娘。開拓者。カタンの開拓者。あ、やべ、アビリティ飛ばしちゃった。小さな勇者ゲット。明日へ、もう、明日へ向かっていこう。もう片手ちょつけんでもいいや。もうアビリティだけも欲しいの。これ10連目か。もう覚醒来てーよー。覚醒、あ、アビリティアビリティアビリティ。斧って何が入ってた？斧って何？何斧って。やめましょう、そういうの。何これ。あ、ユージオか。え？よろしく。僕はユージオ。よろしく。僕は勇者。勇者を。あれ、待って、これさ、あの、なんかさ、脳死でさ、もう一回引くみたいなの押しちゃってるけどさ、残りジム確認しないと。バカなことしてる、俺、マジで。マジでバカなことしてる。アホな弾き方しとる。これダメだよ、みんなこんな弾き方したら。メランコリーメンヘラ女。立てはもうや。アビリティアビリティアビリティ。覚醒来い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 。覚醒してよ。え、待って、ナイトルーティン。ほーん、ちょっと待って、これ、あー、1万5000になっちゃった。あー、4凸。いやー、でもかぶり少ない方じゃね。最高の相棒はマジ、あ、最高の、え、待って、最高の相棒新規だった。あ、最高の相棒新規だったんだ。まあそれならいいや。まあ、メモリア小石がもらえるんで。1万5000か、残り。うわぁ。かぶり今いくつになってる？気まぐれハンターいらない。最高の相棒いらない。ピナとソロいらない。ファンシーいらない。1、2、3、4、5。6、7、8。あれ？あれ？9。
10、これ確定枠何個あるの、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 か、半分くらいが外れになるのか。半分ならまあいけるやろ、いけるやろ。いっちゃおう、もうロリポップリーファー狙いに行こう。もういいや、片手最近。あー、アビリティアビリティ、こういう覚醒して、覚醒、覚醒してくれ、頼むから覚醒してくれ。おお、聞こえ、聞こえ、覚醒、覚醒、こい、覚醒か、光ってくれ。最低の相棒来た、最低の相棒来た。おお、なんかとつ水だっけ。あ、まあいいでしょう。斧もいらない、穴取り娘。ああ、しかし、覚醒、覚醒、覚醒。ああ、頼れないやつくんな。10連目か、これ。覚醒し、アビリティ、アビリティ、ああ、なんで、クラシカルコーデか。クラシカルコーデか。何これ。うわ。石の、よろしく。あ、まあいいか。あ、くそ、もう一回引いてやる、この野郎。もう残り1万だけど、もういいや。もう思う存分引いてやるよ、もう。マジ、確率計算しとけばよかった。何回引いたら大体出るやろみたいな、なんとなく引いてれば何ジェムくらいまで使うみたいなさ。いや、でも出るまで引くか。もう正直、まあ、ユナはユナバースデーで引いて当てたいっていうの気はあったんだけど、なんでかというと、ユナバフって言われてる、あのアビリティがあるんですよ。スイッチでめっちゃ強いバフが、まあ、かかるっていう。もう引くのやめようかな、マジで。やだ本当に。太陽赤ドレスリーファー、グレープソーダ小春、眠気臨界点、ライトニングファストのリポップ。いや、5個ぐらいあるしな。いいだろう、引く。引くよ、俺は負けないぜ、こんなことには。こんなことでめげたりはしない。俺は諦めない。俺は諦めない。頼む、くそ。待って、今何時、ギルランの時間来ちゃうよ。あ、やべ。21時54分だ。こんなガチャ動画とか撮ってる場合じゃねえ。やっぱギルラン始まっちゃうよ。おおおお、怖い怖い、覚醒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 。最低の相棒か。おお、あ、これはまあ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 いいか。あ、これまあ、あ、でも99層で結構使えるかも。あ、まあまあいいな。あ、まあ引いては良かったな、一応引いてまあ損はなかったといったところでしょうか。アビリティ、もういいや、もういいよ、可能な限り引いてやるわ。もうやだ。もう引いてやるよ。知らん。もうジェム貯めておきたかったけど、いいよ、
運営その手に乗ってやる。おおー、来た来た来たか来たか来た来た。何考えてんの運営マジで。あのね、確定枠の 4% はね、狙っちゃダメマジで。いっぱいさ欲しいの入ってるから引くみたいな感じで、もうねピンポイント狙いはねきつすぎるからねやめて。おお、覚醒来い、覚醒覚醒来た、覚醒覚醒覚醒来たか。お願い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 で、ああよかった、ああ疲れた。やーべえなマジで。まあ、結果神引きしたかな。まあ、眠気臨界点欲しかったけど、まあこれだけ引ければもう撤退でいいでしょう。3万ジェム、いやでも2万7000ジェムでこれはもう勝ちだな。いや勝ったでしょこれは、さすがに。え、だってあれでしょ、1万2500ジェムさ、2、3回、3回ぐらい行かないでしょって。だそう、ステップ5式をなんか2周したとかさ、それに近いぐらいのジェムじゃない？それよりちょっと多いくらいでしょ。いや、いい方でしょかなり。いやしかもさ、サーマーショット、小春も来たでしょ。これやりたいこといっぱいあったんで、これスキル、これがあるときに。あ、やべえ、もう完全勝ちだわ、これ。あ、よかった、マジ諦めなくてよかったわ。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。